東京臨海新交通7000系電車は、かつて株式会社ゆりかもめが保有していた AGT 車両。1995年の東京臨海新交通臨海線の開業に合わせて登場した。車両に自動列車運転装置と自動列車制御装置を搭載しており、普段は ATO による自動運転による無人運転だが、先頭車両には、 ワンハンドル式マスターコントローラーを装備しており、非常時や車両基地内での移動では、乗務員による手動運転も可能である。全車が制御電動車、または電動車であり、車体長は 9000mm、車高は 2470mm、車体幅は 2470mm である。日本の案内機常式鉄道の車両として、初めてステンレス車体、 片側にドア構造、空気式のウィングスライド方式プラグドア、クロスシート配置の座席、折りたたみ座席付きの車椅子スペースを採用しており、車両前面には折りたたみはしご付きの非常用、脱出扉が設けられている。前面と側面に大きく表記された数字が、編成番号を表す。車両番号は、編成番号を示す100位と10位の数字、19.20が欠番になっている。 なお、早朝と深夜に運行される列車は、自動運転ではなく、乗務員による手動運転扱いとなっているため、先頭車前面の座席が運転席となり、運転台が使用される。列車無線は、誘導無線方式を採用しており、音声だけでなく車両のデータや故障などの情報を送ることができる。電動空気圧縮機は、往復系単動2段圧縮機モーターを制御する。 コンバータインバータ制御方式となっている。なお、通常の交流型電車と異なり、地上の変電設備から送電されている電力が、固定電圧、固定周波数の参照交流であるため、コンバータは、単相交流型ではなく参照交流型である。台車は1から3次車が平行リング式のユニット台車、4から6次車は平行リング式のボギー台車を採用している。 また、ガイドウェイに設置された案内機場により、車両を案内する案内方式は、速報案内方式を採用しているが、走行車輪を走行する走行方式は、1から3次車は2軸4輪、ステアリング方式、4から6次車は4案内輪車軸ボギー方式が採用されているが、7300系の導入後は、案内車輪の変異を台車に装着された。 案内走行装置を介して直接台車に伝達することで台車全体を旋回させる方式から案内車輪の変異を案内走行装置自体に直結した走行用のロットにより走行輪の打角に転換して走行する方式に変更されている。7000系の形式称号はお台場周辺の東京臨海副都心が7番目の副都心であることに由来する。 製造メーカーは多くが日本車両製造だが三菱重工業、東急車両製造、新潟鉄工所、新潟トランシスも数編成を製造している。2014年1月18日より新型車両7300系の営業運転が開始され、7000系は2016年までに全編成が運用を終了した。 残る7200系に関してはその後も引き続き運用されていたが2018年より7300系をマイナーチェンジした7500系の導入が発表され2020年10月14日までに全編成が運用を終了したこれにより7000系7200系は全廃となった7000系は初期車と後期車で台車、主電動機、制御方式 走行方式が異なっており、前車を7000系、後車を7200系と区別することも多い。また、一時車から六時車の間でも編成内の定員が異なっている。一時車新橋駅有明機間の開業に合わせて1995年に導入された。製造数は13編成。主回路制御はサイリス体操制御を採用した。前面は、 虹をブロック状に並べたイメージである。編成内の定員は352人で、座席定員は170人。一時車のサイリス体総制御装置、補助電源装置、運転台マスコンなどは、東洋電気製造が製造、納入した。新型車両への代替に伴い、2013年度より廃車が始まった。 第一陣として7041回、7031回、7011回の3編成が廃車となり、年度内に日本総合リサイクルへ陸送され解体された。これにより、同年度末での在籍車両は10編成となった。翌2014年度は7021回、7061回、7071回、7101回、7121回、7131回が、 廃車となり、同年度末の在籍車両は4編成にまで減少した。2015年度は7,081回7,091回7,111回が廃車となり、それ以降は7,051回が唯一残存していたが、同編成も翌2016年5月をもって運用を終了した。二次車1997年に導入された。製造数は2編成で、 構造は一時社とほぼ同一。二編成とも2015年度に廃車された。三次社社名がゆりカモメとなった1998年に導入された。製造数は三編成。座席配置がオールクロスシートからクロスシートとロングシートが互い違いに配されたセミクロスシートに変更され、側面ドアもプラグドアから外釣り引き度に変更されるともに前面に 二字の模様が追加された。編成内の定員は三百三十八人で、座席定員は百五十八人。三編成とも二千十六年六月に廃車された。これにより七0系は全廃となった。四次車九百九十九年に導入された。製造数は三編成。車体は三次車とほぼ同一だが、主電動機が三消化後形誘導電動機に、制御装置が VVVF 制御に変更されており、また、走行方式が7221回から4、案内輪車軸ボギー方式に変更され、案内車輪が2輪から4輪になったのが大きな違いである。編成内の定員は338人で、座席定員は158人。なお、日本の AGT における VVVF 車両は、この7200系4次車以降のかに、 西武鉄道8500系、広島高速交通1000系、神戸新交通2000型、東京都交通局300系、埼玉新都市交通2000系、横浜シーサイドライン2000系、大阪市交通局200系が存在する。3編成とも2020年2月までに廃車された。5次社2001年に導入された。製造数は3編成。 前面の模様が変更された他は四次社と同一である。三編成とも2020年10月までに運用を終了し、最後まで残った7261回の運用終了をもって本系列は全廃となった。六次社、開業10周年及び2006年の有明駅、豊洲駅間延伸記念にマスコットキャラクター、ユリモが誕生した2005年に導入された。 製造数は二編成。この六次車では前面に FRP 素材が使用されるとともに、側面の塗装も一新され、窓部分の黒塗装を排してステンレス無地とされた。座席配置が三から五次車と異なり、折りたたみ座席部分を除き、豊洲方向に向かって左側をクロスシート、右側をロングシートに統一する方式を採用するとともに、クロスシートは、 ボックス部分のシートピッチを従来の 1450mm から 1700mm に広げ、もう一角はシートピッチ 950mm の片方向向きの固定クロスシートとして座席空間を大幅に拡大し、座席表地もグレーから青に変わった。編成内の定員は308人で、座席定員は120人。また、スリカーの形も変更された。 すでに運用を終了しているが詳細な時期は不明。判例判例。ありがとうございます。